こんにちは、ウキラン町フラチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは故郷の光景を懐かしんだり、行ってみたい、住みたいなどの参考になれば嬉しいと思っています。本日は鹿児島県本土の東部、大隅半島の北部に位置する曽於市末吉跡周辺を散策したいと思います。というわけで、コケキャンチ高の峰公園に来ています。頂上からは天気が良ければ都の城市街、渋子湾、末吉の町並み、高隈山系、桜島、霧島連山が見渡すことができ、風景を見ながらの自然散策ができます。曽於市に来た際にはぜひ訪れてみてください。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。末吉駅跡に行ってみましょう。はい、末吉駅跡にやってきました。かつて鹿児島県曽於郡末吉町、現在の曽於市にあった日本国有鉄道、宮崎県都城市の西都城駅から、鹿児島県曽於郡渋子町、現在の渋子市の渋子駅まで 38.6km、 10駅を結んでいました。1923年開業し、1987年渋子支線廃線に伴い廃駅となり、64年の営業に幕を閉じました。旧駅の敷地内には末吉鉄道記念館が建てられ、当時の時刻表や写真、駅名表などが数多く展示されていますが、訪れた時は閉館中でした。屋外には駅跡の石碑や残された手動のポイントや踏切などの当時の面影を忍ばせます。現在はバス輸送に変わっており、都城方面、渋子市方面、鹿屋方面が出ています。それでは本日は末吉駅跡から曽於市役所までを散策していきながら、曽於市の説明を挟んでいくんですが、曽於市の成り立ちは2005年曽於郡末吉町、宝部町、大隅町が合併し発足。市の名称は曽於郡に属していたことから引き継がれました。曽於市の地名の由来は、大和政権に対抗した人々及び地名熊曽の名を継承したもので、古代より使われている地名です。人口は現在約3万2000人ほどで、鹿児島県の市が19市あるうち10万目ほどの人口で、南九州市、南薩摩市と同じくらいです。鹿児島県本土の東部、大隅半島の北部に位置しており、北には宮崎県の都城市に接し、西に霧島市、南に鹿屋市と渋子市に隣接します。北部は都城盆地、東部はワニツカ山地の一角をなし、南西部は主に白須台地や丘陵地帯が広がっています。市内全域が大隅半島北部の内陸部に位置しており、鹿児島県内の市では伊佐市とともに海岸線を有していない市の一つです。県庁所在地の鹿児島市街へは東九州自動車道を使えば車で1時間強とかかりますが、霧島市、鹿屋市まで車で約30分という利便性に加えて、末吉町、宝部町を中心に隣接する宮崎県都城市と日常生活や文化面でのつながりが深く、都城都市圏の範囲内で距離は10キロ、車で15分ほどで行くことができます。さらに2024年度内には都城渋子道路が全線開通予定で、都城市を起点に曽於市経由で渋子市に至る約44キロの無料地域高規格道路で、開通すると宮崎県への移動時間が短縮できます。総面積の 59.3% が山林で占められた豊かな自然と美味しい食材に囲まれた曽於市は、畜産や畑作の農業が盛んな市で、和牛をはじめとした美味しい食にあふれており、和牛生産全国トップクラスを誇る鹿児島県内でも曽於市は特に有名な和牛の産地で、第12回全国和牛能力共進会では全9部門のうち6部門で1位、
農林水産大臣賞を獲得しました。この中でも総桜牛は特別配合された飼料桜と霧島連山の天然水で飼育されたこだわりを追求した絶品のオリジナルブランド牛です。また他にも畜産では鹿児島黒豚の八五郎丼も出生から出荷に至るまでの8ヶ月間太陽の光を目いっぱいに浴びてのびのびと健康に育てられたブランド肉でホレイン酸を多く含んだ脂身の旨味甘みを感じることができます。農作物では九州一の生産量を誇る柚子の産地さまざまな加工商品は総資認定のブランドとして数多く登録されています。そして伝説の巨人八五郎丼の名前にちなんだ八五郎スイカ糖度は11度以上強い甘みが特徴で他には綺麗な水と適度な寒暖差がある環境を生かして旨味と風味豊かな緑茶の宝部茶とあり末吉町大隅町宝部町の3つの町で構成される総市内には3つの道の駅があり特産品を数多く取り揃えているほかふるさと納税では銘菓のカルカン饅頭や焼酎も人気があります。そして郊外には自然アクティビティを堪能できるスポットが多く存在し東部の大河原郷は総八景の一つに挙げられるほどの景勝地キャンプ場や河川プールでは夏には水遊びでにぎわい落差11メートルの霧原の滝にアニメの世界に入ったような感覚になれる遊歩道四季を体感流れる水の音で癒される悠久の森南部には雄大な森をそのまま活用したアウトドアパークフォレストアドベンチャー大隅では九州最大級の豊富な6サイト46アクティビティが楽しめます。また隣接する道の駅と大隅八五郎伝説の里があり多目的公園として八五郎丼の銅像が出迎えてくれ広場に水の広場、憩いの広場、遊びの広場等を有し約900年の伝統を持つ鹿児島県下の三大祭りの一つである八五郎丼祭りの実物大の八五郎丼が展示された八五郎祭り館があり春には約1200本の桜、ソメイヨシノが咲き県内でも珍しい下からのライトアップ照明が設置されていて桜の名所として県内外からの見物客でにぎわいます。自然の中でのんびり田舎暮らしを満喫しつつ伝統や歴史が感じられアクティブな活動もしたい人におすすめの街。それでは総市役所に到着しますので最後は数千年の長い年月をかけて作られたパワースポットにてお別れをしたいと思います。溝の口洞穴は霧島山系の湧き水が浸食し数千年の長い年月をかけて作られたと言われる洞穴横が 14.6 メートル高さ最大 6.4 メートルあり全長が 209.5 メートルまで探検隊の調査により確認されています。近年はパワースポットとして注目を集め昭和30年に県の天然記念物に指定また令和3年には総市初の国指定文化財となりました。自然が作った神秘的な雰囲気で洞穴の中から鳥居が見える絵はとても幻想的なパワースポットぜひ訪れてみてほしいです。というわけで本日は鹿児島県総市末吉駅跡周辺を散策してきました。和牛と八五郎の町この動画を通して少しでも総市を知ってもらえたら嬉しいと思います。それではこれからもいろんな町を歩いて回って散策していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。